そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ？ん？これはどういう戦闘になるんだ？あ、ナッパと戦うのか。どいつから片付けてやるかな。よし。おお、危ね。んー、なんだなんだこれ、何が起こってる何が起こってるよくわかんないことが起きてる。まずい。よっしゃー、ふー、あぶねー。いやー、なかなか手強かったな。さて、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。うわ、いや、これえぐいよね。とどめだ。チャオズ、何をする気だ、チャオズ。やめろ、チャオズ！チャオズ！あー、チャオズが。くだらねえことしやがって。チャオズ、仇は打ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに。寂しい思いはさせんぞ。キコーハー、脅かしやがって。無念。いや、展開早いな。ヤムチャ、そしてヤムチャ、チャオズ、そして天津飯がダウンだもんな。もうここで悟空、お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ、だからなんだ。なるほど、やはり無線で聞いた通りドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ、お父さんはきっと来るよ。面白い、奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間で結構根気いるけどね。待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。3時間も待ってくれんだもんね。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。チキショウ、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。うん、なんだガキ、もう俺たちとやろうってのか。どうした、もうカカロットを待たなくてもいいのか。
結構この2人ちゃんと待ってくれるんだよね。うん、クリリン、あ、でもどっちもアイコン赤いな。まあどっちでもいいってことか。くそ、何をしてるんだよ悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん。そしてご飯をやってこないまま3時間が過ぎようとしていた。またでもこういう感じになるんだ。なんだガキ。あ、さっきと一緒だな。どうした。もうカカロットを待たなくてもいいのか。あ、でもクリリンの方には赤いアイコン出てないんだな。悟空、早く来てくれ。でもこれあれか。あ、なんかちょっと移動できる。ちょっとっていうか普通に移動できるんだな。なるほどね。ってことは、そっか、じゃあ、なんだ、ワールドマップ行けないのか。一旦家帰れるかなと思ったんだけどな。そうだな。僕でも、なんとか勝てそう。まあ、いっか、じゃあ、ピッコロさんに話しかけて、進めよう。残り時間はもうないぞ。お、何これ。こんな確認をしてくるんだ。周辺を探索する。いや、なんかさ、この後戦闘になりそうだから、なんか料理とかさ作れたら作りたいなと思ってたんだけどなっていう。ちょっと回復アイテム的なのがね欲しいんだよね。あ、ヤムチャさんが動画外でチラッとだけ、見かけたんだけど、ここに村があるんだよね。そう。んで、多分、村に行けば何かしらあると思うんで、ちょっと一旦、村に行こうかな。あー、ここだね。村だ。バーレ村。よしよしよし。あれ、話しかけらんない。あ、ちょっと待って。この人話しかけられるな。あんた、その緊張感のない無防備な雰囲気からしてこの辺のやつじゃないよな。どういうこと。密林の方に行くのはやめとけ。あそこは、凶暴な恐竜の住処なんだ。あー、なるほどね。なんかいるんだね。あ、なんか、あれだな。なんだろう、この人。こんにちは。最新の地域情報はこちらです。ん？何これ？あ、情報屋か。へぇ、エリア内の探索要素の情報を購入できます。購入した情報はマップに表示されるようになります。なるほどね。結構高えな。それでは。まあでもなんか行き詰まったりとかしたらここで情報買ってみたいなこともまあできるってことなのかな。この子は。ねえ、月ってどこに行っちゃったのかしら。新月でもないのにどこにもないのよ。これはですね、ピッコロさんがやっちゃったんですよね。月がなければ私の夢が実現できないじゃない。月明かりの中、ロマンチックにプロポーズされるっていう私の夢が。月がなくなったせいで私、結婚できないんだわ。月がなくなったせいできっと恋人もできない。ピッコロさんが夢壊しちゃったんだな。
お、なんかちょっとショップっぽいな。いろいろあるよ。こんにちは。さあさあ、新鮮な食材はどうだい？お、購入できるじゃん。あー、なんかこれ結構序盤の頃に、誰だっけな、誰かからなんか、あ、ブルマだ、ブルマからもらったんだよな、これ。元気論ってやつ。うん、そうそう、なんか戦闘中にね、体力回復できるやつだよね。これは買っといた方がいいな、多分。今3000あるから、まあどうだろうね、5個ぐらい買っとくか。うん、 OK。 毎度。で、いらっしゃい。こっちは、あー、なんか釣りの、そうだな、アイテムとか。何これ、開発用の素材アイテム。マシンやパーツの作成強化に使用する。なんかあれかな、ブルマ絡みでなんか開発、乗り物開発したりとかできるようになるのかな、今後。まあ、とりあえず今は用はないね。うん。あ、なんかある。D メタルかな？え、違う。絹のエプロン。ん？何に使うんだろうな。あ、これはもしかして。おー、食材があれば料理を作りますよ。よしよしよし。ちょっと作ってもらおうか。そうそう、結構ね、獣肉とか、うん、手に入れてるので、この辺変える。体力プラス50と、あ、格闘攻撃力も 5% アップなんだ。よしよしよし。あ、こういうのはいいよね。5% アップは結構助かるな。あ、結構いろんな食材あるんだな。まだまだ全然手に入れてないけどね。であれば、うん、ジューシー中華まんでも作ってもらおう。よっしゃー。うん、うまそう。一応こっちも持っとくか。うん、よし、オッケー。ありがとうございます。いやー、これはちょっと助かるね。じゃあこんな感じかな。ん、なんだろう。ねえねえ、見てよ、あれ、どんな力なら大木があんな風にへし折れるのかしら。村の近くであんな武装なことが起きるなんて恐ろしいわ。気をつけて、うろうろしてるとあなたも危険な目に遭うかもよ。なんだろうね。あ、なんか誰かいる。こんにちは。なんた、これ見てみなよ、すごい足跡だよな。向こうの方まで続いてるけど、辿っていけば足跡の主に会えるかもだぜ。俺は、会いたくないね。想像しただけでゾッとするぜ。足跡ってこれのことか。そっかそっか。おー、誰かまたいた。この足跡の先にはきっと恐ろしいものが待っている。悪いことは言わん。とっととお家に帰りな。ふっ。俺も恐怖でちょっとだけちびっちまったぜ。ちょっとだけだぜ。もうめっちゃちびってんじゃねえの、お前っていう。で、飛んだ方が早いな。エンカウントするんか、やっぱり。よし、ん？こっちにもなんか足跡続いてるな。え、結構長いぞ。ん？ちょっと待って。さっきのところも、ちょっと気になるけどな。あー、なんかあるね。あー、銀メダルか。で、なんか光ってんのある。これはあれか。ちょっと待って。あー、ほら、よっしゃー。多分素材だよね。
うん、よしよしよし。そっか、ここにはいないのか。ここから、あれでもなんか足跡がなくなってんな。あ、なんか誰かいる。あー、ピラフじゃん。お、おい、シューマイ、ちょっと中に入ってみてこい。だって恐竜がいるんですよ。無理です。なんだお前、見せ物じゃないぞ。そっか、あの足跡の正体が恐竜なのか。あ、なんか寝てるのあるな。あ、いたいた、ちょっと待ってね。その前に素材だけゲットして、お城みたいに大きい木だな。木木のこと。で、これは、これ何、攻撃したらいいのかな。ほら、え、ほら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 あー、ダメだな、なんかビクともしない。これ、こいつどうやって起こすんだ。ぐぬぬ、しかしどうしたものかな。はあ、手がかりがないからな。一旦ちょっと町帰ってみるか。あれ、なになになに、これって恐竜の骨だよな。何かに襲われて、バリボリ食われたって感じだな。こんなデカものを食べるやつがこの辺りにいるのかよ。あ、なんかこっちにも吹き出しあるな。うわ、なんかでっけえ骨がある。あれはもしかしてレッドリボン軍の拠点では。おら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 、よっしゃー。あ、誰かいる。よし。赤水晶が取れる場所はここか。赤水晶、あー、これのこと。あ、ちょっと遠いのか。すっごい牙と角だな。あ、よし。あ、やっぱそうだね、赤水晶って書いてある。いいよ。でもな、手がかりがないもんな。まあ、いっか、とりあえずこれは。よし、じゃあとりあえず進めるか。うん、よし、じゃあ行くか。あ、ちょっと待って、その前にアイテムで、あ、パレット登録、あ、これだな。うん、これでおそらく、うん、使えるようになるから。よしよし、これで OK。 残り時間はもうないぞ。うん、このまま悟空の到着を待とう。この先物語が進行しますがよろしいですか。イエス。時間だ、無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。
なんだ この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。本当だ。すごいけど懐かしい木。奴しかいない孫悟空だ。カカロットか。どれ。ん？ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か？カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほど。おお、戦闘力5000まで来てるのか。バカな、そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃってドラゴンボールが。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと、この俺を笑わせやがって、このガキが。よっしゃ、またナッパと再戦だな。僕がやるんだ。別にすげえことやってくれるじゃん。ハッパー、ヤッパー。お前もサイヤ人の血を引いている。少しはこの俺を楽しませてくれ。ガード。よし。おお、なんかやってきた。よし。ガード。大丈夫だったかな。何が起こってんだこれ。でも暗くないもんな。あっそう。どうした貴様。おお、何が起こってるんだ。うう、まずい。それはまずい。やーべえな、連続でこれ来るんだ。これでどうだ。よっしゃー。ああ、 A だったか。ついに地球に到着したサイヤ人のナッパとベジータ。その強大な力の前に倒れていく仲間たち。ゴハンたちはこの戦いに勝つことができるのだろうか。時は数分前に遡る。
お、戻ってきた。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。は、あの小僧、ほ、本当に海王様の元から帰ってきよった。頼んだぞ。ここでミスターポポのソウルエンブレムなんだ。神々コミュニティ。ほう、あ、報酬をサポートするコミュニティスキルね。ピッコロはナッパの攻撃からご飯をかばい命を落としてしまう。それでもナッパの攻勢は止まらない。そんな絶望的な状況の中、悟空が現世に舞い戻る。久しぶりだな、頼むぞ。それ。地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。いや、ついに帰ってきたね、悟空が。よし、あ、あそこだな。あ、もう結構すぐだったな。でケーキが2つ、小さいケーキが1つ、数が合わねえ。だ、誰か死んじまったのか。近いぞ。あれ、あああれなんだよね、ちょっと高いと反応してくれないんだね。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものがガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。あ、甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ごはん。あ、ピッコロさん、いよいよ寿命が終わるようだ。そうだよな、ピッコロが死んでしまったから神様も。だがピッコロは、最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。いやー、悟空が帰ってくるタイミングが神ギリギリだったな、マジで。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。キントーンに乗ってるご飯。キントーン？潰してやるぜ。
よっしゃ、やってやるぜ、ナッパー。